笑いコンビ、千鳥大悟が5日放送のフジテレビ、K、ひとし松本の酒のつまみになる話に出演。日本テレビ系、ダウンタウンのガキの使いやあらへんで、の人気企画に出演した際の裏話を披露した。この日の番組では、後輩は先輩に、どこまで噛みついていいのか?について議論。大悟は、わしも十何年前に、ダウンタウンさんと、そんなにお仕事したことない頃に、噛みつかんといけんという変なスイッチが入ったと回想し、ガキの使いの7変化かなんかで、スタッフさんに1個の、あれ、ネタで、バーっとみんな松本さんとか、月亭方正さんのとこに、笑顔で行って、浜田、正俊さんだけビンタしていいですか?って言うたんです、と打ち明けた。この問いに、スタッフは、これは7変化だから、大悟くんの考えることだから、いいよ、いいけど、数秒後に大悟くんの顔、腫れてるかもよと答えたという。爆笑が取れればいいが、受けなかった場合は、浜田の鉄拳制裁もあり得た。大悟は、それでもいいと訴えたそうだが、それは、もしかしたら、使えなくなるかもしれんし、みたいなんも言われて、あ、わかりましたみたいなと、そのネタは没にしたとか。MC の松本人志は、それでやめたんやな。今の浜田は多分、大丈夫やと思うけ、どなと、相方の変化を指摘。一方で、千鳥、ノブは、今、ダウンタウンデラックスとか見てて、結構若手が言ってる、浜田をいじってるやんか。すごいなというか、俺は無理やなというか、とかなりの抵抗感を示していた。